Boom! 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 Bo
Boom! Boom!
Thank you.
はい、実況させてもらっています、シロックマンです。よろしくお願いします。今日はですね、このね、プレイステーション2のですね、この台東メモリーズというね、シリーズがあるんですけどね、台東のね、過去の名作がね、複数のゲームが遊べるね、ゲームになってますね。こちらをね、今日ね、何個かね、ゲームソフトを厳選してね、やっていきたいと思います。どうしようかな。とりあえずこれはいいか。別にあと変更するとこないな、うん、でこれね、たくさんのね、あの過去のね、タイトルの名作がね、遊べるんですよね、うん、アーケードね、アーケード版なんですけどね、はい、ほらいっぱいあるんですよ。いっぱいね、いっぱいやりたいゲームもありますけどね、全部はさすがに無理なんでね、一度にやるのはね。だから少しずつやっていきたいと思いますね。はい、じゃあ黄金の城ですね。これ僕すごい好きなんですよね、このゲームね。はい、シロックマンツッコミ実況プレイ、城本オン。はい、じゃあ始めていきます。あ、違うわ。これスタート、どうやってスタートするんや。あ、こういうことか。これクレジット、これクレジットね。これでいいのか。これ難しいんですよね。名作なんですけどね。隠れた名作でね。こういう感じの、もうこのね、1986年でこの巨大キャラっていうのはね、あれですよ、新鮮ですよね、ほんとね。で、これね、こういう感じでね、アクションゲームなんですよ、こういうね、こう、なんていうか。で、ザコと戦ったりね、なんか、中ボスと戦ったりしながらね、進んでいくんですけど。あ、これね、これ一人目の敵ですね。あー、やられた。難しいんですよ、基本的にこのゲームはね。いきなり最初からやられた方がいいかな。これあれかな、盾潰してやった方がいいのかな。盾を潰して、あいつ刺すと。ああ、こっちも剥がされたやんか、おい。これ、顔とかだったら一発で倒せるんですよね。顔とか、ね。でも、向こうも盾潰れてるから。潰してやるか、盾を。潰してから狙った方がいいかな。ああ、いつ潰れてきた。潰れてきた。あ、剥がれた。なんか剥がれた、向こう。こっち裸やからやばいよな。胸刺されたら終わりやからな、一発で。これね、斬新ってないですか、当時としてはね。こういう、対戦、武器格闘、あ、倒した。武器格、対戦格闘のね、原点になってますね。そんな気がします。で、またここ雑魚戦が始まるんですよね。雑魚戦ちゃうわ。あ、そうか、これも。まあ一応これ雑魚戦は雑魚戦なんですけどね。
これも縦ぶっ潰してやるか、これ。一気に突っ込んでいくよりはね。あー、やられた。やっぱ裸になってるのが痛いな、これ。剥がされてんのがね、鎧が。よし。よし、倒した。向こうはね、鎧剥がしたら、胸をね、一発刺せば倒せるんで。これね、同じやつばっかりですけどね。これね、女性キャラもいるんですよね。女性キャラだとね、鎧剥がしたら裸になるんですよね。脱衣ゲームだったんですよね。それで一時ね、あの話題になりだってね、ゲームセンターでね、その、イレーネっていう名前の女性のね、あの、剣士がいるんですけど、そのね、女性のね、鎧を全部剥がして裸にするんですよね。ほんで、おっぱい丸出しになるんですけど、それを見てみんな興奮してね、このゲームをやってる人が多かったですね、当時はね。でもこのゲームはそれできないらしいですよ、この移植版は。どうやらそれはね、できなくなってるみたいで、うん。年齢制限出てしまいますからね、それやるとね。よし、倒した。だからね、それがね、こっちではそんな移植したんですけど、それができなくなってるみたいで。あ、これですね、イレーネ。こいつね、脱衣すればね、脱衣が楽しめるんですけど、多分このゲームはできないって、あ、書いてあったな。できなくなってるって。鎧剥がしてもね、裸になんないんですよね。あ、やばい。なんかビキニかなんかになってるんじゃなかったかな。もう一回やってみますね。あ、今のイレーネ脱がしたかったな。あ、ちょうどコンテになってるからよかった。剥がしてやるか。どこまで、ちょっとね、脱衣させてやるか。ある程度。あー、くそ。強いわ。まあ、これでも、こっから始まるんやったら、戦い、まくれるま、あ、剥がした。あ、やっぱ、そうやね。ビキニになってるね。うん、でも倒しちゃったな。裸にはならなくなってるね。あ、そう、こういうね、こういう小さい雑魚戦もあるんですよね。うん。あー、しもた。やっぱ難しいな。でもこれ、あれだね、コンティニューのあれが優しいね。一面でも途中からやらせてくれるっていうのがいいね。うん、進んだところまでね、やらせてくれるっていうことだよね。あー、しもた、縦取れんかったんや、おい。あー、しもた。これね、剥がされた部分を食らったら一発でやられるんだよね、このゲーム。さあ。これね、本当に隠れた名作だと思いますよ、僕はね。よしよし。これ下が取れるね。あ、そうやね、取れるよね。あ、あれ、縦取れんかった。あー、顔食らっても。これ、一面クリアするのも大変なんですよね。慣れないうちは。僕、慣れてないですから、まだ、このゲーム。ただ、プレイできるだけでも嬉しいんですよ。もう、このゲームをね、僕ね、憧れてたゲームなんでね、こうやってプレイできるだけでももう十分満足なんですよ、もう。ね。移植してくれたってだけでも満足で、もうプレイできてるだけでも満足なんでね、うん。本当にね、あれですわ、憧れてましたから当時ね。あ、ボスですね、これ。そうですね。これ一面のボスですね。お、倒せた。これで二面かな？あ、まだあるんか。あ、まだ一面あるんや。あ、やっぱりそうやね。今のがクリアやてね。これでまあ2面ですね。ここ難しかったんですよ、確か。これね、実はね、僕 YouTube でね、これこのゲームね、プレイ投稿するの2回目、3回目ぐらいになるかな。実況は初めてなんですけど、無言でプレイしてるやつでね、僕投稿してるんですよ。もうすでにね、YouTube でね。このゲームのプレイをね。だから結構ね、やってるんですけど、最近でもね。実況では初めてってだけでね、結構何回も結構やってるんですよ。それでもなかなかね、進めないぐらい難しいんですよ。うん。終わっちゃった。
この時クレジット増やせないよね。まあいいや。これもちょっとあれですよね。少しだけなんかちょっとスパルタン X っぽいところもあるよね。こういうなんていうのかな、障害物を戦うところはなんかスパルタン X に近いものがあるしね。ああか、仮面というか兜が取れちゃってるやん。これ2人目やね。この2面の1人目。ああやれた。いやこれ難しい。これあれですよね、要するに剣道なんですよねこのゲームね。メーンつが出て、でまあ一発ね狙って当てられた勝ちなんですよね、とりあえずね。剣道にみたいなもんですよ。あらら、やっぱ難しいわ。これもあれやな、この縦ぶっつぶしてやって、で少しずつ攻めていく方がいいな。あーくそ、やっぱ強いわ。まあどうせまた途中からできるから。おお、縦は強くなった。これはだいぶ有利やな。バリアがね、バリアがついたね。ああでもすぐなくなったけど。だからこのゲームね、あれなんですよね、続編も出てるんですよね。一応ね、対戦格闘ゲームになって出てるんですよね、続編もね。タイトル忘れましたけどね。本当もうあれ、武器対戦格闘のこれ原点ですよこのゲームはね。あー強え、強いわ。これもあれですよね、もう敵一人一人がボスみたいなもんですよね。ほんとね、中ボスみたいなもんですよ。こうやってやりながらやった方がいいんかな。縦を上下しながらね、攻撃した方が、守りながら攻撃できるから、この方がいいのかもしれん。ただ操作するのが大変やけど。よし、剥がしてやった。よし、倒した。うわ、でもこっち丸裸やな、ほとんど。あ、まだいる。あー、やられた。やっぱ一人倒すのがやっとやね、このゲームね。めっちゃ近づいてくるな、こいつ。近づくなっつうに。キモいっつうに。キモいから近づくなっつうに。よし、盾壊してやった。よし、倒した。はい。女性出てこないかな。イレーネ出てこないかな。まだ出てこないか。イレーネじゃなくてもいいから、女性キャラ。他にも確かいるんですよね。イレーネ以外にも女性キャラが確か。いたと思いますよ。あー、やられちゃった。どっからやろ、どっからやろ。あ、またこっからか。また一人目かやり直しか。お、バリア出た。あー、斧の攻撃もろに食らって仮面取れてもうたやん。仮面っていうか兜が。これ結構反射神経いりますよね、このゲームね。でも間に合わないんですよ。反射神経とそのあれがね、攻撃がね。結構難易度高いんですよ、このゲームはね。あ、なんか黄色くなってる。この間倒すんか。無敵かな。あー、あかん。難
懐かしいな、これ。うわぁ、強いなぁ。これ結構ね、上手い人のプレイとかね、昔よく見てたんですけどね、子供の時ね。なかなかうまくいくもんじゃないですね、これね。うん、思ったより難しいですね。でもね、ほんとプレイできてるだけでも嬉しいんでね、十分なんですよ。もうそれで満足なんですよ。プレイできてるだけでね。うん、盾壊してやろうか、こいつもね。盾壊して、徐々にね、ほんで、攻撃すりゃいいや。もうこうやってやるしかないわ、もう。あんまり一気に攻めても勝てないから。ああ、やられた。惜しかったな。剥がしたけどね、鎧は。やっぱ難しいな。全然進めないよね。やっぱり。やっぱりね、アーケードゲームって基本的にね、難しくできてるんですよね。インカムを稼ぐためにね。インカムっていうのはね、その、お金入れる確率のことですけどね。うん、インカムデータを稼ぐために、難しくできてるんですよ。アーケードゲームっていうのはね、もともとね。だから、コンシューマーのね、家庭用移植版よりもね、アーケードゲームって全体的に難しいんですよ。うん。アーケードゲームね、簡単なゲームってあんまりないですからね。うん。全部難しいですから、基本的にね。アーケードゲームで簡単だと思ったゲームってもう僕も思う中でもないですからね。全部難しかったですからね。うん。アーケードゲームでクリアしたゲームもないですからね。全部難しいんですよね。こいつ強いな、こいつ。こいつもう最強並みの強さやね、こいつね。強すぎるんちゃう、こいつ。ちょっとラスボス並みに強いんちゃうの。ほら全然もう隙がないもん。隙ないやん。こっち攻撃する隙ないもん。でもワンパターンはワンパターンやね。同じようについてくるだけやけどさ。あーでも剥がされるな。あーでも難しいわ。やっぱ難しい。ちょっと無理ですね。これ強すぎますね。さすがにね。じゃあこれでね、終わらせていただきます。満足のプレイでした。プレイできるだけで夢のようです。はい、ご視聴ありがとうございました。